このページでは、1963年と1968年から2003年までの間、イラクを支配したバーストー政権について、第二次政権を中心に解説する。国語は現在と同じイラク共和国であり、シリアなど他国のバーストー政権と区別する場合は、イラクバーストー政権とも称される。1932年、ハーシム家により、イラク王国が建国。 1941年4月に、ラシット・アリアイコール・ガイラに率いる EN ・ゴールデン・スクエアによるクーデターが起こり、5月にはアングロ・イラク戦争が勃発。1955年、ジョン・フォスター・ダレスが主導する中東条約機構結成時に加盟。第二次中東戦争。1958年には、エジプトとシリアによって結成されたアラブ連合共和国に対抗して、 アラブでの反共産親欧米派アラブ連邦を同じハーシム家が統治するヨルダンと結成した。カーシム政権1958年7月14日、アブドルカリーム・カーシムとアブドッサラーム・アリフ率いる自由商工団のクーデターによって打倒された。この結果、アラブ連邦は崩壊。カーシム政権は3名の主権評議会、カーセルが首相、国防、 最高司令官を兼任、アーリフを副首相兼内務大臣、自由商工団から数名投用、1956年からカーシムの属する国民民主党を中心としたバース党とイラク共産党との同盟である国民連合戦線から文民を投用した。1959年3月24日、中東条約機構を脱退。1960年9月14日、バグダードで、 石油輸出国機構結成。1961年6月19日、クウェートが独立。6月25日、カーシムがクウェート併合に言及すると、イギリス軍が EN オペレーションバンテージを発動し、独立を支援した。第1次バースト、政権1963年2月8日、バースト商工団によるクーデターで、カーシム政権が倒され、 カーシムは処刑された。首相には、アフマドハサン・アルバクル、大統領には、アブドッサラーム・アーリフが就任した。アーリフ兄弟政権1963年11月18日に、アブドッサラーム・アーリフ大統領のクーデターにより、第一次バースト政権はわずか9ヶ月で崩壊。アブドッサラーム・アーリフは新政権を模索し、百六十四年五月十六日に、 エジプトとジョイントプレジデンシーカウンシルを設立。1966年4月13日に、アブドッサラームが空軍ヘリコプターで事故死すると、首相のアブドラフマーン・アルバッザーズが3日間のみ、大統領職にあったが、最終的に兄のアブドラフマーン・アーリフが大統領に就任して、政権を引き継いだ。第三次中東戦争に参戦。 1968年7月17日に、バース島によるクーデターでアブド・ラフマーン、アーリーフ大統領は政権を追われ、第二次バース島政権が成立。新大統領には、アフマド・ハサン・アルバクル元首相が就任した。ソビエト連邦と友好協力条約を結び、かつての政敵イラク共産党からも2名入閣した。1973年10月6日、 第四次中東戦争に参戦。10月16日、イスラエル援助国に対して、イラクを含むオペック加盟6カ国は協調した、石油戦略を発動し、オイルショックが引き起こされた。1979年2月、イラン革命。1979年7月16日には、サッターム・フセインがバクルに代わって大統領に就任した。対米接近ののために、 イラク共産党を弾圧し、小さな衛生政党のみ認めた。11月、イランアメリカ大使館、人質事件。12月24日、ソ連がアフガニスタンへ、軍事侵攻を開始。イラン・イラク戦争1980年から1988年に、かけて、サッター・ムフセイン政権は、多くのアラブ諸国やソ連、フランス、中華人民共和国など、 東西の大国の援助を受けて、イランと国境紛争で戦った。この戦争の最中、1981年10月6日、エジプトのサーダート大統領がジハード団に暗殺された。1980年にシリアや北朝鮮と国交を断絶。1984年にアメリカ合衆国と国交を回復。1985年8月、EN。 レバノンホステージクライシスで米兵がヒズボラに拘束された。1986年イランコントラ事件。イスラエルがイランへ武器供与を行っていたこと。コントラ戦争においては米国が反共の反ンリンニスタ側への資金供与を行っていたことが発覚。1988年3月にフセイン政権が国内に住むクルド人に対して毒ガスを使って 大量虐殺を行った。当時のアメリカのロナルド・レーガン政権もこれを黙認した。1988年に至るまで、サッターム・フセイン政権はアメリカからも総額297億ドルの兵器供給を受けた。クウェート侵攻イラン・イラク戦争中、イラクは世界第4位の軍事大国となり、隣国のクウェートから資金提供を受けていた。終結後も、 クウェートとサウジアラビアは石油増産政策を推進していたため、イラクはクウェートへの借金返済のために石油価格の値上げを求めてオペックに石油の減産を求めたが拒否されたため、イラクとクウェート間の緊張は高まった。1990年8月2日、クウェート侵攻を開始し、8時間で制圧を完了した。1990年8月4日に、 クウェート共和国が設置されたが、その一週間後に解体され併合、クウェート圏とされた。このことは国連からの批判を受けた。ちなみに、サッダーム・フセイン大統領はクウェートはイギリスによって、不当に分割されたと主張していた。1991年1月からの湾岸戦争で、アメリカを中心とする多国籍軍との戦いに敗れた。湾岸戦争後、 兵器購入や研究を困難にするための経済制裁によって市民は圧制にあえだ。この経済制裁によってイラクのインフラは壊滅的な打撃を受け、湾岸危機以後、イラクにおける児童死亡率は世界で最も高く、誕生した幼児の23%は未熟児で、5歳児の4人に1人が栄養失調になり、国民の41%だけが飲料水を正常に得ており、 83%の学校が修繕を必要としてると1999年3月に国際連合安全保障理事会に任命された委員会は説明した。後に、コフィアナンは10年間の制裁の結果はその効果だけでなく、その範囲と厳しさで罪のない市民を自国の政府からだけでなく、国際的共同罪の行動によって往々にして犠牲になることで、 深刻な疑念を持った。包括的で厳しい経済制裁が。イラク戦争2003年3月、国連決議に反して、フセイン政権が大量破壊兵器を保有していると主張するアメリカが主導し、他国籍軍がイラクに攻め込みイラク戦争が勃発。戦争に敗れたフセイン政権は崩壊して、バーストー政権も幕を下ろした。なお、 サッダームは2003年12月にイラク国内で逮捕され2006年12月に処刑された。サッダーム政権当時の政治は革命指導評議会が担っていた。行政権はもちろん立法権も評議会に属する国の元にあった。さらに RCC 議長は大統領、首相、軍最高司令官を兼ねており極端な権力の集中が見られた。 定数250人の国会にあたる一員制の国民議会が存在していたが、RCC が国会の議決を差し戻すことができた。サッダー無政権下の司法体系は大きく3つに分かれていた。下級裁判所及び高訴裁判所、治安裁判所、シャリーアに基づいた判決が一部認められている家庭裁判所である。賠審制を採用していないほか、 いずれも大統領に判決を覆す権利が与えられていた。下級裁判所は刑事裁判の一審を担当する。二審は最高裁に相当する控訴裁判所である。ただし、法定刑が7年以上となる場合は、一審を介さず直接控訴裁判所が判決を下す。民事裁判は刑法以外に、商法、民法に関わる裁判も扱う。治安裁判所は、 刑法のうち、反体制色の強い犯罪、すなわち外国為替法、輸出入法違反、さらに禁止薬物の取引、軽度のスパイ活動を裁いた。非常説の法廷として、国家安全保障に直接影響するとみなされた、事件は別に設けられた、特別法廷の管轄となった。また、国家元首の暗殺等、体制中枢を狙った犯罪は、 革命指導法廷が裁いた。サターム・フセイン・サターム政権は1990年代に入り、1980年から1988年にかけての戦争相手であったイランと国交を回復。ただし、その中には戦争捕虜の交換や相手国内の武装反政府集団に対する援助をめぐる問題も残った。エジプトは1979年にイスラエルとの 和平協定を結ぶことになり、アラブ諸国に波紋を巻き起こすことになるが、イラクはそれに先立つエジプトのアンワルはイコールサー、大統領の和平へ向けた取り組みを批判したことが、きっかけで、1977年に、エジプトから国交断絶を申し渡されていた。1978年には、アラブ連盟の会議は、イラクの首都バグダードで開催され、 エジプトのアラブ連盟からの除名措置が取られた。しかしながら、エジプトはイラン・イラク戦争に際して、イラクに物的、外交的援助を行った。1983年以来、イラクは、エジプトはアラブ諸国の中で叱るべき役割を担うべきだと、たびたび主張し、1984年のイスラム諸国会議機構における、エジプトの地位回復などを率先して行ってきた。 ところがイラクとエジプトの関係は1990年にイラクのクウェート侵攻に伴って敵対的なものになる。これはエジプトがイラクに反対しアラブ合同軍などにも参加したためである。湾岸戦争後はエジプトはイラクの石油と食料の交換計画の最大の取引先であり、両国の関係は改善に向かった。シリアとは 両国の政権政党であったバース島の路線対立、アラブ諸国内での勢力争いや互いの国への内政干渉問題、ユーフラテス側の水域問題、石油輸送費、イスラエル問題への態度などをめぐって対立を続けた。シリアが深く関与したレバノン内戦においては、パレスチナ解放機構への支援を行い、1980年代後半には、 反シリアの態度を貫いたキリスト教徒のアウン派への軍事支援も行った。これに対してシリアはイラン・イラク戦争ではヒアラブ国家のイランを支援し、続くイラクのクウェート侵攻に際しては国交を断絶し、他国籍軍に機構部隊と特殊部隊を派遣し、レバノンからも親イラクのアウン派を放築した。1990年代は冷めた関係が続いた。2000年になって、 ハーフィズ・アル・アサドが死去し、息子のバッシャール・アル・アサドが大統領になると、石油の密輸をめぐる絆が強くなったが、外交面では依然として距離を置いた関係であった。ヨルダンとの関係は1980年、イラン・イラク戦争の勃発に際して、ヨルダンがイラクへの支持を表明したことから、良好なものになっている。ヨルダンは湾岸戦争においても、イラクを支持。 両国の関係を強めることになった。1999年にアブドゥッター2世が即位して、以来、両国の関係はやや停滞気味にあるが、依然として、良好なものに留まっている。イラクは、中東戦争に際しては1948年、1967年、1973年に参戦、するなど、イスラエル問題について、強硬な態度を取ることが多かった。 イラン・イラク戦争中は、イスラエル問題についての態度を軟化させ、1982年のアメリカのロナルド・レーガン政権による平和交渉にも反対せず、同年9月9日、アラブ首脳会談によって採択されたフェス検証にも支持を表明している。しかし、戦後は態度を硬化させ、特に湾岸戦争以後は、クウェート侵攻へのアラブ各国からの批判をそらす狙いもあって、 イスラエルへの全面的な避難をたびたび称した。湾岸戦争の際にはイラクはクウェートからの撤退の条件としてイスラエルのパレスチナからの撤退を要求しイスラエルの民間施設をスカットミサイルによって攻撃したこともあった。1921年にはイギリスの委任統治かながらイラク王国として独立していたため名目上は石油はイラクのものではあったが 1932年にイラクが独立国となった後もイギリスは軍を駐留し、採掘権はイギリス BP の元に止まった。利益はすべてイギリスの収入となり、イラク政府、民間企業には配分されなかった。第二次世界大戦を経た1950年、石油の需要が大幅に伸び始めた際、ようやく石油による収入の50%が、 イラク政府の歳入に加わることが取り決められた。イラクは、その後ソビエト連邦に接近、南部最大のルマイラ油田がソビエト連邦に開発され、ソビエト連邦と友好協力条約を結んだ1972年、イラク政府は BP 油田の国有化を決定、保証金と引き換えに、油田はイラクのものとなった。 1980年に始まったイラン・イラク戦争が拡大するうちに両国が互いに石油施設を攻撃し合ったため原油価格の上昇以上に生産量が激減し衰退した。1990年のイラクによるクウェート侵攻の名目は石油である。オペックによる生産割り当てをクウェートが守らずイラクの国益が損なわれたこと。 両国の国境地帯にある油田をクウェートが違法に採掘したことというのが理由である。イラクの原油生産量単位万ントンイラク経済のほとんどは原油の輸出によってまかなわれている。8年間にわたるイラン・イラク戦争による支出で1980年代には金融危機が発生し、イランの攻撃によって原油生産施設が破壊されたことからイラク政府は支出を抑え、 多額の借金をし、後には返済を遅らせるなどの措置を取った。1988年に戦闘が終結すると、新しいパイプラインの建設や破壊された施設の復旧などにより、原油の輸出は徐々に回復した。1990年8月、イラクのクウェート侵攻により、国際的な経済制裁が加えられ、1991年1月に、 始まった多国籍軍による戦闘行為で経済活動は大きく衰退した。イラク政府が政策により大規模な軍隊と国内の治安維持部隊に多くの資源を費やしたことがこの状態に拍車をかけた。1996年12月に国連の石油食料交換プログラム実施により経済は改善される。6ヶ月周期の最初の6フェーズではイラクは 食料、医薬品及びその他の人道的な物品のみのためにしか原油を輸出できないよう制限されていた。1999年12月、国際連合安全保障理事会はイラクに交換計画下で人道的要求に見合うだけの原油を輸出することを許可した。現在では原油の輸出はイラン・イラク戦争前の4分の3になっている。2001から2002までに 石油と食料の交換取引の下でイラクは1日に280万バーレルを生産し、170万バーレルを輸出するようになり、120億ドルを獲得した。ありがとうございます。